はい、早いもので、早いものっていうか、もう来年の1月号の説明になってしまいましたけど、まあ12月で暮れになってお忙しいでしょうが、まあ、なるべく筆を持つ機会も持っていただいて、励んでもらいたいと思います。松本は最近ちょっと寒いんですけどね、朝晩乾燥してて、まあ、風邪なんかひかないように、頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、では解消から始めます。雑誌の方にも書いてあるんですが、用具はどんな、紙でも筆でも結構なんですが、一応私が使ってる、今回使ってる筆をその都度書いてあります。雑誌の方に、こちらの方に、書いてありますので、もしよろしかったら同じ筆を使ってみても結構かと思います。筆は、双剣という筆なんですが、羊毛なんですが、先が効いていて柔らかさもあるし、まあ、墨持ちもいいですね、羊毛ですのでね。普段は剣豪筆使ってるんですが、ちょっと柔らかい筆で、今回描いてみますね。この短い線の、払いはちょっと逆筆気味に入りますね。お手本をいただいて、まあ、一つの早く上達する一つのコツなんですが、起筆ですね、お手本の、こういったところ、どんな線でもそうですが、どういった角度で筆が入っているか、しっかり押さえてあるか、スッと入っている線になっているか、そこをよく観察して書くということですね。そうするとお手本に近づきますし、例えば自分で活字から創作するような時でも、自然に良い線が描けると思いますので、まずお手本でこの筆の入りがどういう角度で入っているか、そこら辺をよく見ていただくということですね。で、真似をするということですね。最初はうまく当然書けませんが、それを何回も何回も続けている糸に、分かってきますね。ですので、例えばこういった横線でもそうなんですが、軽く入っている線、ぐっと打ち込んでいる線と逆筆の線がありますよね。この筆の入りが全部違います。で、先ほど言いました払いの線でもそうですね。45度に入れて払う線と、ぐっと逆筆に入って払う線、2つありますね。で、この起筆を見るとどういう線になるかっていうことが分かりますので、そこら辺をしっかり、お手本を注意深く見ると
いうことですね。ただ眺めてるだけではなくて注意深く見るということが大事なことですね。